て聞かせてもらおうか。お前さんとセフィロスの因縁を。ティファ、全部話すぞ。うん、私は大丈夫。5年前俺は16歳だった。もうソルジャーにはあまり出番がなくて、アップも気の乗らない任務が多かった。そんな中命令が下ったんだ。英雄セフィロスが一緒で俺ははしゃいでいた。すごい雨だな。おい、気分はどうだ？大丈夫。辛そうだな。俺乗り物酔いなんて経験ないから分からなくて。準備は OK？ OK OK。案件に近い。まあいいや、仕事があるだけマシだな。現場はどこ？リブルヘイム。リブルヘイムは俺の故郷だろ。おっと、進行方向にモンスターです。先を急ごう。
売山の事故を忘れたのか。昔のことじゃないか。彼女はもう立派な大人だよ。ガイドが来たら出発だ。了解。おいおい、セフィロス、聞いてくれ。ガイドはやっぱり私が行こう。いくら本人だ。ティファ、まだ間に合う。辞退しなさい。その話はもうおしまい。強いソルジャーが2人もいるんだから大丈夫。ティファ、おはようございます。よろしくお願いします。ティファ、ティファがガイドなのか。そういうこと。この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。危険すぎる。お前が守ってやれば問題はなかろう。行くぞ。セフィロス、記念に一枚。出発だ。ティファちゃん。セフィロスさん、お願いします。俺からも頼むよ。俺の顔を立ててくれよ。あそこ。ありがとう。撮ります。ずいぶん楽しそうじゃねえか。もう一枚。そうだね。あ、もうじゃあこの時はね。先を急ぐ。いつの運に期待しよう。案内はできるか。はい。すぐに終わらせる。
魔鋼の泉だ。綺麗だな。でも魔鋼エネルギーを使い続けたらこの泉はなくなっちゃうんだよね。誰だよそんなこと言ってるの。パパ、あと村長も言ってるよ。星は大きく、魔鋼は無限な。天然のマテリアだ。マテリアは魔鋼エネルギーが凝縮されたもの。自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間がかかることか。なあ、マテリアがあるとどうして魔法を使えるんだ。お前は本当にソルジャーなのか。マテリアの中には古代種の知識が封じ込められている。星の力を自在に操る知識、その知識が星と我々を結び魔法を呼び出すと言われている。魔法、不思議な力だな。不思議な力なんて非科学的な言い方は許さん。魔法なんて呼び方もダメだ。そう言って怒った男がいてな。誰？科学部門の北条だ。偉大な科学者の仕事を引き継いだ凡人。劣等感の塊だ。さあ、行くぞ。すぐに終わらせる。よし、次だ。運を恨む極みの形。
任せる。よくやった。当然の結果だ。セフィロス、ここにあるのは人工マテリアの生成装置だ。だが北条はこの中に動物を入れ、魔法と共に凝縮した。それが新種のモンスターの正体だ。そして北条が装置に入れたのは動物だけではない。中を見ろ。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物、その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムエギル、1977年7月7日ジェノバを古代種と確認。ムエギル、1977年9月13日ジェノバプロジェクト承認。その生物をジェノバと命名。ジェノバは古代種と確認。ジェノバプロジェクト承認。セフィロス、何してるんだ。
人にしてくれ。それからセフィロスは地下室にこもりきりになって、何かに取り憑かれたみたいに資料を読んでいた。